はい、エジプト考古学者の河合幸徳です。今日は古代エジプトの謎のレリーフ、電球が古代エジプトにあったっていうオーパーツ、そういうオカルトチックな話があるんですが、その真相について語っていきたいと思います。結論から言うと、まあないんですけどね。一体どういうレリーフなのかというのを、見ていきましょう。では早速いきましょう。はい、では見ていきたいと思います。その謎のレリーフが、まあ、あるというのがですね、こちらルクソールから北に約車で1時間ほど、まあ、ルクソールというのは歴代の、まあ、王ファラオが眠る王家の谷、あるいはエジプトの中で最大の神殿であるカルナックアメン大神殿、塔がある、エジプトの世界遺産の一つの都市です。そこから北に行ったところにこういった非常に美しい神殿があります。保存状態も非常に良いです。ここはデンデラというところで、ハトフォルという古代エジプトの愛と美の女神に捧げられた神殿になります。もともとですね、この神殿自身は非常に古い時代の文献によれば、ピラミッド時代、皇国時代に再建されたというような記録もあるんですけれど、それぐらい古い時代から建っていたのではないかと考えられています。まあ、実際に新王国時代の歴代のファラオたち、トトメス3世とかアメンヘテプ3世、ラメセス2世、まあ、そういった、まあ、王たちがこの建物の装飾を行ったということでも、知られています。まあ、ただ現存している神殿というのはギリシャ、ローマ時代のものになっています。でここはですね、神殿自体は本当はこの周りにも遺物があって、柱、あと塔門という大きなパイロンと英語で呼ばれている門なんかも建っていたんですが、まあ、そういったものが失われており、神殿の内部の一部が残っている状態です。でここはですね、神殿の軸線なんですけれど、北向きになってますね。こういった神殿というのは往々にしてナイル川の方向に立ってます。まあ、つまりナイルが南から北かに流れていれば、東あるいは西に向かって神殿の入り口というのがあるんですが、このデンデラがあるケナっていうところはナイルがこうやってちょっとね、蛇行しているので、北に向いて立っているような神殿になります。でここは愛と美の女神ハトフォルに捧げられた神殿ということで、柱を見てもらうと、これ女性のこれ正面から見た顔になってるんですが、それが削られてるのが分かりますか。これはハトフルの顔なんですけれど、おそらく偶像を崇拝する、を禁止する教徒によって削られたと考えられています。ここはね、なんかすごいんですよ。まあ、近年修復保全なんかが行われたんですけれど、中入ると見ましょうか。めちゃくちゃ綺麗です。これが削られてはいるんですけれど、色が色彩が残ってますよね。保存状態は本当素晴らしくいい。私が最初の方に訪れた1990年代の初頭というのは、ここはすすによって結構黒くなっていました。もともとデンデラのハトフル神殿というのは古代エジプトの時代が終わった後ですね、砂に実はこれ埋まっていって、結構天井近くまで埋まってました。でここにですね、いわゆるキリスト教徒たちなんかが住んで、コプトですねの人たち、あとまあイスラムの時代にも人々が住んでいたというのも知られていますが、まあ、そういった人々たちが使う生活のために火を起こしたりするすすの跡なんかがびっしりと天井についていました。まあ、それが現在はこういった形で、近年ですね、まあ、本当に数年前からずっと修復保全をされていて、色がきれいにすすが落とされて、まあ、青が美しいですよね。こういった形になっています。でこの神殿の柱なんですけれど、ハトホルチューと呼ばれているんですが、システラムという古代エジプトの楽器のガシャンガシャンガシャンってね、鳴らす楽器の形になっています。
でちょうど本当は何でしょうね、鳴らす形があって、ハートフォルチューのこの頭のこの部分、四角い枠のところなんですが、まあ、そこに今はレリーフなんかも刻まれています。レリーフが刻まれているのは、これはハートフォルとハートフォルの息子のですね、ホルセマウ神、これはホルス、統一者であるホルスっていうような意味の子供の神様です。ハトホルの息子ですね。これは、ハルソムトゥスっていうふうにこの時代は知られているあのものでもあります。ギリシャローマ時代には。まあ、それにお乳をね、あげているようなシーンが、ここに描かれています。そしてこの神殿、実はエジプトの神殿の中でも非常に保存状態が良くて、天井に行ったり地下に潜れたりします。その地下なんですけれど、こちらのところあのクリプトって言いますね。クリプト、クリプトというのは、これはまあ何でしょう、まあ、隠れた場所みたいなあの意味なんですけれど、まあ、壁と壁の間、あるいは地下などに作られたあの非常に狭い、あのアクセスが通常とは違って、ちょっとあの行きにくい、隠されるような場所にある場所の、まあ、ことです。で現在はデンデラとかコモモンボか、そういったところで見ることは、できますね、神殿の中では。でここがどういった役割だったのかというと、おそらく神官が、まあ、コモンボなんかそうなんですけれど、この壁と壁との間に隠れて神託をあの隠れて行うとか、あるいはデンデラだったらこれは地下にあるので、そういったところは何かこう貴重品、細部、黄金で作られたようなもの、まあ、そういったものがここの中に保管されていたというふうに考えられます。でここの中一番奥なんですけれど、そこにあるのがこのレリーフになります。おお、電球みたいなね、あの感じに見えるんですけど、これは電球じゃまあもちろんないです。ここはですね、あのデンデラに描かれた宇宙のあの創生、について、宇宙がこうどうやって作られたのか、そのことがここには書かれてあります。まあ、人間がいるんですけれど、これは神様で、先ほどあのハトホル柱の上の方に書かれていたハトホルの息子のホルセマウ神、子供の神様になってます。統一者ホルスという、まあ、これはイヒとかね、先ほどもちょっと言いましたが、ホルソムトゥスっていうような神でもあの知られていて、王家の象徴であるホルス神とハトホル の子供、息子になります。まあ、シストラムの演者、先ほどの楽器の演者とも、あるいは楽師とも言われている音楽に関わる神でも、あります。でここのところはハスの花が実はこう描かれていて、ハスの花からこう光が出ていて、そこのところに蛇があの描かれてあります。まあ、非常に珍しいレリーフであることは間違いないんですが、実際にはハスの花というのは古代エジプトの宇宙論、宇宙がどういうふうにして作られたのかという、まあ、その中では原初の海というのが最初にあったんですけれど、そこに浮かんだ最初の物体であると。でそこのところからあの蛇がこう出てくる、わけなんですけれど、まあ、蛇はですね、ここのところでは宇宙にこうあの内包する、これは太陽の象徴というような、形にもなっています。で下のところなんかしゃがんでこういうふうにしている人がいるんですけれど、まあ、これはホルセマウ神のカー、生命力を、表しており、そしてその少し離れたところに手を広げた神様がいますが、これはあのヘフっていうあの神様に、なっています。まあ、ヘルモポリスというね、あの神話があるんですけれど、まあ、そこのところでヘフっていうのは、まあ、いくつかの、 あの原初の神々、ヌンという水の神とか、ケクっていう暗黒の神とかね、あとアメン、隠れたるもの、あるいは空間、そういったものを示す、神々とともに宇宙が誕生する以前からここ、まあ、そのエジプトに存在していたというふうに言われて、いたりします。まあ、そういったこれはあの宇宙の創生の神話であることが、まあ、知られているんですが、まあ、パッと見るとね、現代人が見るとなんとなく電球に見えるということでオーパッツってあの言われていたりします。でここはまあ実際にエジプトのその、なんでしょうね、古代エジプトの中でこのクリプトが非常に重要だったのは、ここにこういった細部が
置かれてありました。この細具なんですけれど、メナポという首飾りで、その首飾りの横のところに黄金で作られたハトホルの黄金の、像ですよね、これがあったことが推測されています。そして新年の古代エジプトのお祭りの際には、ここの中に置かれていた、こういった細具というのが新年のちょうど前の日、日本でいうところの大晦日ですよね、そういったところにここから出されて、天井に持っていかれて、これ天井に実際に登ることができます。これ観光客でも現在も登れます。そこに登って、新しく生まれた、太陽が、地下という深淵の中から細具を運び、その光というのを浴びて新たに力を得るっていう、そういった儀式なんかが行われていたことが、ここでは知られています。そういった場所になってますね、ここのところは。で、実際にやっぱりハトホルのところ、この神殿のところ、他にもいろいろ見応えがあるところが、あるので見てほしいなと思います。これはナポレオンのエジプト史ので描かれた天井なんですけれど、一部見ていきましょう。見てもらうとですね、本当天井もめちゃくちゃ綺麗ですよね。これデンデラの天井で、天体図がいろんなところに書かれてあるんですけれど、この一部のところは太陽の12時間を表しています。ちょうど真ん中のところに船があって、左手の方は太陽円盤が描かれていますが、12時間を1時間ごとに表した太陽の船が描かれています。ここでは太陽神ラーが喜びの心で、旅をするとかね、心が満たされるようにこう導かれながら、旅をしているんだというね、太陽神ラーは時間の王でもあるというようなことなんかがテキストの中では描かれています。さらに見ると、太陽だけではなくて、ここも面白いです。月の運行についても書かれています。これはデンデラの満ち欠けする月というふうに呼ばれていて、それが、ホルスの目っていうのと関連付けられて説明されています。ホルスの目というのはエジプトの神話によれば、おじである、セトと呼ばれる、この時代は悪神って言っていいのかな、嵐の暴力の神でもあるその瀬戸神によってこう戦いでえぐられたっていうのがあるんですけれど、このホルスの目が癒されるというのが月の満ち欠けに関連付けられて神話の中では説明されています。ここのところでは、月がいて、そして右側のところにはその月の実際に目を癒すようなトト神という神様が描かれています。左手のところには14の階段があって、それぞれ月が満月になるまでの14日を象徴していて、そこにミンとかアトムとかシュウとかテフネトとか、古代エジプトの主要な神々が描かれているということになっています。あともう一つ、この神殿の中ですごく有名なレリーフというのが神殿の裏に描かれたこちらです。これはクレオパトラ、エジプト最後の女王ですね、7世と、そして彼女がユリウス・カエサルとの間に設けた息子、後にプトレマイオス15世と、して知られるカエサリオンですよね、ここを2人の図が描かれている、非常にこれも実はエジプトの中では、珍しいものになっています。そういったことでデンデラというのは、もちろんそういったオーパーツ的なものもあるんですが、本当に非常に見応えのある神殿であり、神殿なので、ぜひ機会があれば、行ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。